ビートチェック、マイクチェックでございます。第2回戦第2試合やっていきたいと思います。先攻キスショット VS 高校高薙大粒ファイト。火を待つ成功やることねえから幼稚のディスから入る。ロン毛なり見た目引きこもりか知らねえけどさ、今日ちょっと家で引きこもってきた方がいいんじゃないの。目が半開き顔面が勘違いか知らねえけどさ、まあどうでもいいさ。いつも同じようなファッションでサイファーにするけど大したライブかまってねえじゃねえか。いや同じファッションって言ってるがてめえをサイファーで見たことが一回もねえ。どこでやってんだよ。俺ならばいつだってウォーミングアウト聞いた戦術ヒドバイドティンキュー。100秒で無理でどんなビートそんなビート、お前のインはどんなくらいかって試したかったのにさ、キスショットの畜生をぶっ殺すリズモードやっているぞって。お前はどこまでやれんだ。誰でもできるようなインか、お前俺とサイファーで一回会ったことあるってバカ野郎。よう覚えてねえの、目が悪いんじゃねえの。成功は何オダブツ、お前も検証でオダブツじゃなくてさ、この場でオダブツになっちまうぜ。残念だな、変なプレーのつけやがって、プレーのテンプレートに乗っちまうような引きこもり、家でパソコンこの手の差異はごめんなさい。でもスキル磨きには余念がないぐらいのもんだぜ。いつだってやってる路上誰の果てじゃねえ。今もここにいる。お前これのこと言ったな。そのハリは2万4000もしまったんだ。申し訳ねえな。そういう中でちゃんとこういうところと金かけてる格好、いつもの通りだって畜生め。終了。勝敗決めていきたいと思います。先攻キスショットが勝ったと思う人、高校高薙かと思いました。勝者高薙、会話してましたね。